はいどうも MT チャンネルの MT です。今日はこの問題を見ていきたいと思います。東大2015年で 2015CM というコンビネーション組み合わせの数が偶数となる最小の自然数、M、を求めなさい。という問題ですが最小の自然数ということなので求めるべきは2015が、えー、と偶数で2 0 1 5が cm 引く1が奇数というようなものがゴールなわけです。こういうような m を求めたいわけです。ですからこれとこれの関係を見つけたいというような発想も一つですけど、まずその m が2とか3で答えが見つかるならそれに越したことはないので少し実験をしておきましょう。えっとまず m イコール1からでいいですかね。115c1 というのはあまあ215で奇数。 で 2015c2 というのが 2015×2014÷2 でこれが1007なのでこれ奇数ですね奇数かける奇数で奇数 2015×c3 というのはえっと321分の 2015×2014×2013 でえっと2は5個しかないので1007で3がどうするかというとえっと えっとょうん671という感じですねでこれもやっぱり奇数奇数奇数で全部奇数なんですねでまあ4ぐらいまでいっておきますかそうすると201520142013201412の4321で、まあ、2は、まあ、どちらでもいいですけど まあ投資でこうしておいてえっ、ー、と3もここで671としておいてえっ、ー、と4はこちらダメですからえっ、ー、と500えっ、ー、と3とかになってやはり奇数奇数奇数でまあ何だかダメそうな感じがするわけですけどえっ、ー、と言いたいことは別に具体例を挙げたいわけなんですけど計算は必要なくてこういうような境目 ずっと奇数ずっと奇数できていてどこかで偶数が出るはずなんですが、えっと、その境目を見つけければいいわけですねでこの感じでいくと、えっと、これとこれの関係が少なくともないとどうにもなりそうにないのでこの関係を探りたいわけですけどこの計算から見ると、えっと、2015というのはなんか何やら残せそうな感じがするわけで。 えっと、消えてるのののはこの間のとこ間とろだけなんですね同じような計算をして消しているという感じが分かるでしょうか。というわけでこの二つの2つの関係を形式をとりあえず何かも求めておきたい。 こういう方針でいきましょう。というわけで 2015m というのは2015から一つずつ下っていって2015マイナス m プラス1までかけてこちらは m×m−1×1 までかけるわけですがえっと一方で2015の m く1というのは2015から この1個手前までかけるんですかねプラス2ぐらいまでまあここまでで m−1 はここからかけるのであつまりまあいちいちか,かなくてもここの部分が 2015cm−1 に対応するので従って 2015cm というのは m ×ける えっと、2016ですね、ここ 2016-m なので、こうしてしまいましょう。かける 2015cm-11 個手前のところの関係式が得られたわけです。なんだかうまくいきそうな予感がしてきましたね。というわけで、えっと、m についての条件を今見たいわけで、m について整理しましょう。これが今 比数でこちらが偶数というような状況を考えたいわけですが M について整理すると、えっと、まず M 倍してで M をこちら側に移つば M 倍の、えっと、2015CM+2015CM-1 イコール2016の 2015 cm-1 という式になって今考えて。これは高頭式ですね。これはいつでも成り立つわけです。で、これが今考えたいのが偶数で奇数で奇数となるようなケースを考えたいわけです。けれども、そうするとえっとこれ全体として0。1で奇数なんですね。これ奇数なのでえっと m は2016の2の因数を全て含まないといけないわけです。 したがって2016はいくつかというとえっと、まあ、4×5044×4×125、えっと、の1個分で126えっと6363 63の2倍で7 × 6 3 7 6 3なので123452の5乗 ×7×9 なので。 2の乗かかける7かけるるですからえっときちんと書いてみると2015従って 2015cm が偶数かつ 2015cm-1 が奇数であることの条件これはいつでも成り立つ式でこの条件から見るとえっとそうですね 2015cm m が2の5乗で割れなくてはいけないわけです。で、逆に2015で割れたらここあ2の5乗で割れているのであれば、こちらが削られてえっと奇数かける。何かイコールこれなんですね。えっとちょっと注意しなきゃいけないのは本当に必要十分ですかね。こちら側は問題ないですね。こう奇数奇数なのでこうなっている。 こちら側はえっと得られるのが 2015cm+2015cm-1 イコールえっと2010逆向きというのが問題でイコール 20167×9、まあ、ですね 7×9×2015cm-1 なのでえっとモド2で取りますか えっとそうするとモード2で取ると 2015cm というのがえっとこれ足すいやそうですね 2015cm-1 合同の 2015cm-1 でここが消えてこれが偶数ということになります。 えっとそうすると2 0 1 5 c m く1というのがこれは別にわからないんですね。えっとこれがこれの空気はいまいちこれだけからではわからないのでえっと今言えたことは何かというと。 少し訂正が必要で 2015cm-1 が奇数のもとで 2015cm が偶数であることと2の5乗の m が2の5乗が m を割り切る32が m を割り切るということが同値になります。これの これは常に認めるとすると奇数奇数で偶数だったら奇数奇数なので2の5乗がこれを割らなきゃいけないし2の5乗で割れているのであれば先ほどの議論でえっとここがばっさり切れてこれが偶数ということになります。で先ほどの具体例を少し挙げたところで言うと序盤ずっと奇数なんですね。で初めて偶数に切り替わるのがこの瞬間ということで従って最小の求める最小の M は31と32の切り替わりということで32ということになりますまあこの辺のちょっと途中はすっ飛ばしてしまいましたがまあこういうような感じですかねあとあえて同時で書いたのは最小という場合にその状況を満たせば偶数なんですけどその1個下できちんと奇数になっているかということが 最初の定義なわけですけどそれを暗黙に仮定するとキーにちょっと注意が式の処理で注意が必要なので、まあ、あえてこういうふうに書きました。と少し参考に補足をしておきたいんですが、えっと、この式をじゃあ思いつこの辺りの変形ですねこの式が思いつかなかったらどうするかというようなことなんですけどここから出てきたわけで,でこの式っていうのはそんなに。 こ中身の内訳を見なくても実は求めることができそうで、えっとこことここの一個ずれの差なんですねこ。ここが一個ずれの差しか出てこないので、例えばえっとこのような式を知っていれば、えっとおそらくこの辺から求められるだろうと思いますが、アルバイのえっと NCR ですかねとか。 いうのを使ってみるとどういうものが得られるかというとえっと2016として N を2016としてちょっと考えてみると2016人がいて2015人の中から残りをなんでこれは m-1 のままにしておいてえっと m かける ROM に変えますねそうすると m×2016cm ということになるわけでまあ似た形が出てきていますであとはこれはいわゆるこれを2015に変えたり1個上げちゃいましたけどこれを下げたいので上げて下げるというわけで 2015cm プス 2015cm-1 といういわゆる 一つのものに注目してそれを入れた時と入れない時の組み合わせの和いわゆる全化式を出して,てあげると、まあ、これも全く同じ式ですねですからこれとあとここの関係式をこの2つを認めてあげればこの式は出るのでもともとのゴールであったその 2015C m と 2015cm-1 の関係式をどうにかこうに変えたいと思ったら、これで一つ上げといてこれで下げるみたいなことをすれば、えっとこういうものが得られることはまあ少し努力が必要ですけどわかるわけですね。で、とはいえ、まあこれを思いつくこの説明を思いつくのもそもそもこういう式があってこそかもしれないですし実験の上に成り立つのであまりこれとこれがを だけ覚えておけばいいんだと思うのは少しえっと危ないかなと思うので、常にその内訳を見たり、えっと実験した結果、計算過程、プロセスもきちんと見て、えっと一般化するというような発想でいる方が精神衛生上良い,いですし、実際問題を解くときにも都合がいいだろうと思います。というわけでいかがだったでしょうか？この問題が面白かったと思う方は、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。励みになります。 では次の動画を見てください。さよなら。